皆さんこんにちは、ミスターたけしです。先日ですね、ブラジルに行った時の生徒なんですけど、まるちゃんと、ちょっとお話しする機会があったので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、皆さんご紹介します。まるちゃんです。まるこすくんです。はじめまして。日本語ね、大丈夫、全然。ちょっとだけ。まるちゃん生まれはサンパウロです。サンパウロ、はい、はい、私文字です。近いね。近い。モジダスクルーデスって街で、はい、同じブラジル生まれです。はいはい。マルコス君はバトンを始めたきっかけ、ブラジルでね、はい、まあ、サンパウロのゾーナノルチで、はい、ね、バストンって言うんですけどね、バトンのことブラジルでは。始めたきっかけを教えてもらえますか。始めたきっかけは、妹がどっかの発表会で踊ってて、で僕それを見に行って行った時に、多分先生が踊ってて、うん、で、まあ、妹の踊ってたところでも男の子がいたけど、うん、バトンが男の子もできるんだと思って、うん、で先生の演技も見て、あ、そんな上手い人もいるんだと思って、ちょっと入ってみようかなと。聞いた？上手い人？上手い人？上手い人？昔ね、もう何年前？もう十何年前よね。18年前だね。結構前だね。あの頃は動けてました。でも、マルコス君あれだよね、日本に来て、うん、やっぱブラジルと比べて、まあ人口は少ないけど、うん、ブラジルの方が男の子すごい多かったよね。あ、日本よりね、多分、うん、多分日本人より多いよね。そう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 、なんか多かった、すごい印象があって。すごい多かった、男の子がね。だから、うん、日本ってどっちかというと女の子がね、やるっていうイメージが強いんだけど、はいはいはい、私がブラジル最初ね行った時に3分の1ぐらいが男の子がいたから、すっごいびっくりして、はいはいはい、驚いた。で、日本は確かにちょっと少ないよね、うん、女の子の人数に比べると。そうよね、だからそれはちょっとね、うん、もうすごいやっぱそこはびっくりした、一番。はい、まあそこでバトンを始めた。はい、ね、これなんかブラジルと、うん、こう、まあ今日本に来て、あ、自分がこういうところがちょっと日本に来てしんどかったみたいなのとどう？なんかレッスンがちょっと違うよね。ブラジルはみんな大体まあ朝から晩までやったりとかするんだけど、うん、日本が大体まあできる人が多くて、うん、そんな練習いっぱいしなくてもなんかできちゃう、できちゃうような、うん、ね、で僕はもう何回も繰り返してやる人だから、うん、まあ振り付けを覚えたりとかするんだけど、うん、すぐ忘れちゃうんで、ちょっと苦戦しましたよね。うん、環境っていうのもあるかもね。はい、マルコスブラジルからね日本に来てすごい分かると思うけど、ブラジルって俺行った時に、うん、レッスン場所がないのね。ちょっと体育館とかフロアのさ、大会開くモンジェル、あ、モンジェルってあの世界大会っていう意味なんですけど、そういうとこってフロア、フロア、本当にあのバスケットボールするようなね、フロアなんだけど、それって日本は普通なんだけど、うん、ブラジルは体育館なの。大体ソットだよね。ね、もう大体ソットで、下もゴムみたいなね。うん、そう。コンクリートがちょっと、そうそうそう。長さぐらいで、そうみんな練習してて。あれが普通だったよね。そう。体育館はあんまないよね。いや、だから体育館がないから、すっごい恵まれてるよね、日本のバトントワラーが。まあ、もちろん指導者も、ね、いい指導者はたくさんいるし、はい、ただ環境がもう全然違うっていうのはすごく、そうだね、あんま整ってないよね、ブラジルが。そうよね、ブラジルは音楽流すとすぐ踊るの。うわーってすごい盛り上がるし、楽しいね。楽しいよね。すごいよね。あのフェスタとかね、もうね、なんかさ、なんか バストンね、そのグループとかでもなんかパーティーとか結構するしね。そう、楽しいよね。あれ最高、ああいうの。ああいうのちょっとないね、日本って。なんかそう、まあ、ブラジル人のノリに合わせられるとちょっと大変だから。大変だね。そう、ちょっとね。まあ4年いたら戻ってきて逆カルチャーショック受けたの。あれ、日本ってこんなきっちりしてたっけ。こんな恵まれてるみたいな。そう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 、もうなんか ね、びっくりしちゃった、逆にね。はい、もう行ってショックだったし、戻ってきてショックだったし。もう衝撃のね、こう何年かっていうのあったけどね。先生がブラジルのバトンが、まあ、うん、そこそこ盛り上がってたところで、うん、まあ、よさこいソランとかに、うん、みんな
出たりとかも出演して、うん、そうよさこいソーランってあの日系のね、あ、そうそう、ブラジルでソーラン、そう、あのバトン持ってね踊って、そう、みんな初めてそのよさこいソーランブラジルでやりますっていうところで、うん、みんなで集まって踊ることができたんですけど、うん、先生がその後日本に帰っちゃって、うん、みんなちょっと帰っちゃったなんかみんなちょっとなんかあれってなんかもう寂しくなったなーってそう、なんで先生日本に帰るのかなってなんかあれなんでカミングアウトっていうかさもう今だから言えるけど、あの、うん、実はあの時日系の幼稚園とか小学校とかブラジルの現地の、はい、そのバトンのね、うんうんうん、団体とかスポーツクラブとか教えてほしいって言われてたの、うんうん、だけどあのまあ一部のそのグループというか、まあ一つの団体しかバトンやってなかったじゃん、はいはいはい、一団体、そうブラジルでね、うん、だけどあのその責任者っていうかな、まあ、何人かいたんだけど、うんうんうん、あのそこのそこ以外ではバトンを教えるなって言われたの、はい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 、で俺はまあ気持ちはわかるよ、はいはい、ただ一団体しかバトンをやっちゃダメだっていうことに対してすごい違和感を感じて、で俺はずっと戦い続けたの、いやそのそこだけじゃなくてとにかくブラジルのバトントワリング、まあ、ブラジル南米だよね、スポンサーをつけるオリンピックになるために はい、もうここだけじゃなくてもうとにかく広げていかなきゃいけないし、メディアにも出ていかなきゃいけないし、なるほど、ね、とにかく広げる、うんうんうん、それがバトンの普及につながるって俺は思ったのね、はいはいはい、ただやっぱりね、なんていうかな、壁は厚いね難しかった、なるほど、もうだからもうそれができないならウルフ自体もいいかって、もう日本買いますってなっちゃったの。いやまあ今日は本当にいやいや、こちらこそ新年早々ありがとうございます、マルコス君ゲストで来ていただいてありがとうございました、ありがとうございました。じゃあこの後ブラジル料理食べ行きます、はい、はい、ありがとうございます、どうぞお願いします、はい、ありがとうございますありがとうございました、じゃあねー、ありがとうございます。